北美香役の富田子です漫画を読み始めてもう四十数年になるんですけれども今回この「おっさんのパンツが何だっていいじゃないか」を読んだ時改めて気づかされることがたくさんあっていろんな性があるんだよっていうのはもちろんそうなんですけどそれよりももっとグッときたのが自分の大切な人の好きを守ってあげたいしそれを。 認めたいしそして自分の好きも分かってほしいっていうなんかそういう当たり前のこと人としてなんかそういうことなんだなって思うといろんなことがストンとお腹に落ちましたでも私が漫画で一番好きだったのはあのカルロスが人間にななってこういろんんことを言うんですよそれがまた面白くてぜひぜひ皆さんに読んでいただきたいなって思ってます。おっっさんのパンツが何だっていいいじゃないか ドラマと一緒に原作も楽しんでください